今回はですね、オーキテルの新しいね格安のスマートフォンを紹介したいと思います。今日紹介するのはオーキテルの C の50という端末ですね。まあ、オーキテルはタフネススマートフォンでも有名なんですけれども、この C シリーズは、まあ、いわゆる安い、ね、スマートフォンということです。で今回ね、こちらの C50 は一応価格を先に言うとですね、アリエクスプレスで先ほど見たら109ドル。 かな大体110ドルぐらいでしたね。日本円で1万7000、8000円というところだと思います。まあ、だから2万円を切った、でこれ 5G に対応してるんですね。だから2万円を切った 5G に対応したまあ、格安スマホというところです。まあ、ドルで言えば110ドルなんで、もしかしたらその後クーポン券とかね出て、100ドルぐらいでもしかしたら買えるのかもしれない。そうすると、100ドルスマホですね。5G に対応した100ドルスマホになるかもしれない。 そういったね、まあ、価格重視、コスパ重視の端末になっております。それでは早速見ていきましょう。まずは同梱品見ていきましょうか。同梱品はですね、まず書類関係、説明書が入っています。一応日本語の表記もありますね。でこれ一応箱にね、技的マークもついています。日本語の表記ありますね。でさらに日本語、日本で使えるね充電器になっています、えー。これは5 v 2アンペアなので、まあ、10W ということですね。 それ以外は、えー、タイプ A、タイプ C の充電器と、まあ、シムピンが入っています。こちらの箱の裏にちゃんと擬摘マーク入っています。それでは早速本体の方を見ていきたいと思います。本体はね、えー、綺麗ですね。まあ、よくある、こうちょっとラメ調のね、まあ、最近多いですよね、えー。こういう仕上げね。まあ、やはりこう指紋がつきにくずらかったりね、あと傷が分かりづらいということで使われているものは多いんじゃないかなと思います。ただこれはオールプラスチッ でですで一応、これは緑っぽい色なんですけども、これ以外に、えー、と水色みたいな色と、まあ、グレーですかね、黒っぽい色の3色展開となっております。でロゴもねここに大きく入っているだけで非常にすっきりとしてるし、まあ、デザイン的にはですね、まあ、いわゆる iPhone 的なデザインになってますので、まあ、好き嫌いのないタイプでいいんじゃないかなと思います。で一応、スクエアデザインですね、ただ先ほど言った通り、 これがね、大体いい端末はアルミフレームなんですが、これはおそらくプラスチックですね。まあこれは100ドルスマホなんでしょうがないですね。一応見横から見ていきましょうか。電源ボタンにボリュームボタン、タイプ C にスピーカー穴、えー、と3号のイヤホンジャックに、こちら側には SIM スロットです。上にはマイク穴かな で先ほど、同梱品でちょっと言い忘れたんですが、あのケースもついています。ケースもついて110ドルですよ。これは TPU の透明なケースですね。まあ、これをつけると、まあ、こういう感じですね。まあ、ちょっと安っぽくも見えますが、まあ、でも iPhone なんかにもこういう、ね、ケースつければ、こういう感じになるんで、まあまあ、いいかなっていう感じですね。で重量は210グラムですね。付属のケースをつけると、235グラムです。 厚みが9 4ミリということで結構厚いんですねそんなに厚くは感じませんがえ実際測るとそれなりの厚みがありますそれではね早速本体の方を見ていきましょうディスプレイは6.8インチなんですね、まあ、重量的にもね今のスマートフォンとそれほど変わりませんでしたので、まあ、ディスプレイサイズも今風のサイズになっていますただ解像度が 1600×720HD 解像度ですね まあだからここは明らかに削ってきたところだと思います。まあでも HD でもそれほどね、私は気にはならないですけどね。まあ、スマートフォンの小さい画面で見てる分には、どうですかそんなに気にならないと思います。で、最初から入ってるアプリは少し私アプリ入れちゃってますけど、そんなにゲームとかね、余計なものは入っていません。この辺はね、今までの大きいテレの端末と同じですね。それでは視野角見ていきましょうか。視野角は、あ、こんな感じですね。ちょっと狭い感じでしょうか。 はいこんな感じです。で、メモリーはですね、8GB です。で、メモリーのね、拡張機能にも一応対応しています。最大 16GB 増やすことができるということなので、24GB で利用することが可能です。デフォルトではオフになっていますね。ストレージはですね、128GB です。 それではですね、えー、アンツーベンチマークやってみました。SOC は 5G に対応したディメンシティの6100というね6000番台の、えー、SOC を搭載しています。スコアの方は37万点ということなので、まあ、よくね格安のタブレットとかスマートフォンに使われているヘリオの G99 というね SOC がありますけれども、あれは 4G しか対応していないんですが、 まあそれよりも少し下かまあ、同じぐらいの性能かなというところですかね。このスコアを見ても基本的にはまあローエンド端末といったところです。それではですね、えー、ブラウジングしてみたいと思います。まあ、40万点近くあれば、ブラウジング等であれば特に問題はないと思います。それではとりあえずニュース。はい、写真も含めてサクッと表示されました。戻るのも早いですね。はい写真もサクッと表示されましたんで。 まあ、ブラウジング程度であれば、全く問題はないかなという感じです。それではね、次は Google マップで東京駅を検索してみたいと思います。はい。問題は、なんかこの読み込みたまに引っかかりますよね。はい。まあ、でも、東京駅自体はちゃんと表示されていますね。ちょっとなんか読み込みに時間かかってるか。まあ、ピンチにピンチアウトは非常にスムーズです。全く問題ないですね。ただ、読み込みに時間が かかかってるかな,んなんかちょっと読み込みに時間かかってる感じしますね。表示されてこれい、あ、されてきたか。はい、まあこんな感じなんで、うん、特には問題ないと思いますけどね。合わせて GPS のテストもしてみました。こちらもですね、まあメディアテックの SOC なので、特に問題はないですね。 えー、54個見えていて30個使ってるということで位置情報を取るのにもそんなに時間はかかりませんでした、まあ、一応アベレージ21っていうことなんで、まあ、やはりね、まあ、ローエンド格安スマートフォンのま GPS かなと思いますけど、まあ、普通に使う分には特に問題ないでしょう スピーカーはですね、シングルスピーカーですね。まあ、価格がもう100ドル、ね、スマホということなんで、まあ、この辺はあまり期待できないと思います。でカメラはですね、えー、トリプルカメラ3つあるように見えますけど、実際はシングルカメラです。で一応5000万画素にまあ対応しているということですけども、これもやっぱね、えー、まあ、削られているというかね、ディスプレイも削られているし。 カメラも削られてるし、スピーカーも一つしかないしっていうね、まあ、そういうコスト重視の端末なので、まあ、これはしょうがないかなと思います。まあ、iPhone s e だってカメラ一つしかありませんので、まあ、安い端末は別にいいですよね。でカメラアプリの方もですね、特別ね、目新しいものは特にないですね。動画画像像、夜景撮影モードとかですね、ここで切り替えられるようになっています。 まあ一応5000万画素で撮影するモードとか、あとプロとかで、ねえー、パノラマモード、QR コード、タイムラプス等の撮影はできます。まあ、ただこれは他の端末でもできるんで、まあ、本当に基本的な撮影モードは一応使えるといった感じです。で、動画の方は 4K 撮影はできません。えー、最大 2K ですね。2560×1440 というのが最大です。まあ,あとはフル HD720p、480p ですね。一応 EIS あります。 それでは何枚かね、写真撮ってきましたので、見ていきたいと思います。えー、まあ条件が良ければね、まあ、最近のこういうね、本当に安いスマートフォンでもそれなりに撮れます。だからこれも5000万画素だし、まあ、そんなに問題はないかなと思いますね。この辺は特に問題ないでしょう。 はい少しでも白飛び気味というかね、えー、明るすぎるところがあるかなというところはありますこの辺はちょっと価格が出てくるかもしれないですね安いカメラだとちょっとこういう感じに破綻したような感じになる写真が多いかなと思いますで逆にこれは若干逆光気味なんですかねそうすると少し暗くなったりするような感じもあってまあこれ安いカメラなんでまあ、しょうがないかなというところですね やはりこれも同じくちょっと白飛びしてるような感じなんでこういう条件が厳しいところ日差しがやたら強いとかねやたら暗いとかまあそういったところはちょっと難しいかなと思います次はですね動画ですまあ動画もですね、えー、やはり EIS ほとんど聞いてないと思いますねまあメモ的に使うカメラですねで一応電源ボタンは指紋認証センサーにもなっていますそれではねちょっとやってみたいと思いますせーのほいこんな感じですせーのほい まあ、特に問題はないんですけど、早くもないといった感じですね。んはい、こんな感じです。それでは、SIM トレイを見ていきましょうか。SIM トレイは、えー、入ったスロットですね。それではですね、一応、POVO2.0 の SIM カードを入れてみました。SIM カードを指すだけで、APN もね、自動に設定されて、ボルテも法ジもマークがね、ちゃんと出ています。でもちろん、通話も可能でした。データ通信も可能でした。 でまあ技的もありますんでね、この辺は安心して利用できると思います。まあ、ただこれ、バンドがですね、えー、au の、ね、バンド18とか26に対応していないんですね。まあ、だから利用するのであれば、ソフトバンクまたはどこもですね、バンド19には対応しています。あとはまあバンド3で楽天モバイルとか、まあ、その辺を使う感じかなと思います。ただバンド1もね au ありますので、実際これ au のねほぼ2.0の SIM カードですけど、まあ、普通にね、 4G のマークが立っていますし、さっき場所によっては 5G も掴んでましたので、まあまあ、使えることは使えるかなと思います。で、この端末は、えー、5G にもね、対応しているんですけれども、こちらのバンドはですね、77、78ですね、79がない構成になっていますので、ご注意ください。ということで、今日はですね、格安の 5G 端末ということで、大き天のね、C の50、紹介をさせていただきました。 スペックバーッと紹介しましたけれども、まあ、本当にですね削るところは削って、まあ、とにかく安く、それでいて 5G に対応しているというところなんで、やっぱり、ね、最近、5G に対応している端末、安い端末が増えてきていますので、まあ、そういう部分で、さすがに 4G だけではなという方にはまあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、価格の方は約110ドルですけれども まあ実売価だでやっぱり100ドル近くまでいくんじゃないかなと思います。まあ、ただ日本円でするとねやっぱり1万78,000っていうことなんで昔だったら1万円ちょいっていう感覚だったんですけどまあ 1,、えー、1万78,000っていうとまあそれなりの価格なんでね。 そうなってくるともう少しね、えー、予算を上げて上の端末を買った方がいいかなみたいな感じにもなっちゃうんで、まあ、なかなかね、日本円で換算すると、まあ、安さが伝わりづらいかなと思います。ただ本来は、まあ、ほぼ100ドルスマホで 5G 対応というところが売りの端末だと思います。購入先については動画の説明欄にリンクを置いておきますので、そちらの方から確認をしてみてください。はい、今回は以上です。